い、どうも、ともやんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。ですね、先日メルカリの方でですね、ワンピースカードバトルのですね、このマットを買ってみたんですね。こんな感じでですね、ね、ルフィですね、ニカルフィがですね、笑ってるこの、ま、あの、お決まりのね、はい、定番のあれなんですけども、こちらを購入したんですね。そしたら、紙でできてるので、こんな感じで丸まっちゃってですね、なかなか伸ばすのが難しいというような状態なんですね。我が家ではですね、こういうような、まあ、ポスターとか、カレンダーとかあるじゃないですか。曲がって、こうやって丸まって保管されてるものを、綺麗に伸ばすというね。はい。そういう時にですね、我が家では使うものがあるんですね。それがですね、100均で売ってます、こういうアクリル板っていうんですか？めちゃくちゃ薄い、何ミリかな、これ。1ミリもあるかないかぐらいの、これ100均で売ってるんですよ。ちょっと汚れちゃってますけど、絵を描いたりするんで汚れちゃってるんですけど、これを使うんですね。で、これとですね、まあ、できたらこんな洗濯バサミなんか用意していただいてですね。はい。これでね、やっていくんですけども、どうやってやるかっていうとですね、この丸まったやつを、例えばこれ逆さまにね、逆さまにこう折り返していくのがいいんだけど、折り返すときにね、紙だと完全に折れ線、ここ折れ曲がっちゃうんですよ。で、傷める恐れがあります。紙を傷めちゃうので、まずはこれをね、よいしょ。こういう感じで逆さまにして、こう先っちょからちょっとだけね、はい、入ったような感じで。で、白とね、まあ白というか、まあ2枚でこう挟んじゃうんですよ。で、挟んだところを、両端をね、洗濯バサミでね、留めます。両端。よいしょ。こんな感じです。で、もう一箇所ぐらい留めます。はい、こんな感じ。おっと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 。洗濯バサミ転がっていっちゃったけど、こういう感じですね。はい。で、反対側向けると、ちょっとこれ長いからあれなんだけど、こんな感じになってるんですよ。ね。はい。で、こっちの端。で、こっちの端側から、はい。この状態で逆向きに巻いていく。いいんです。はい。このちょっと洗濯バサミが邪魔なんだけど、こんな感じで逆向きに巻いていきます。はい。で、こんな感じですね。そしたら、もう洗濯バサミここで外しちゃったらいいんだけど、こういう感じで巻いていってもらうとですね、折れ曲がることないんですよ、紙が。どんだけ力入れて丸めても折れ曲がることないので、はい。これでこう逆向きに伸ばしていきます。で、ある程度いったら離しますよね。で、今度、これ外してもらって、反対側です。この丸まってた方ですね。反対側も同じように、よいしょ。ちょっと見えるかな？もうちょっとね、もうちょっとこう、紙の端がね、だいたいこれぐらいになるようにしてもらって、はじめはね、折り始めはやっぱり難しいので、はじめだけね、洗濯バサミで両端留めます。で、もう一箇所ぐらい留めていきます。ね。よいしょ。はい。こんな感じですね。これはね、ポスターとかでも本当役に立つので覚えといたらいいと思います。こういう感じ。で、これで逆向きに巻いていく。で、巻き始めたらこの洗濯バサミはちょっと外していくんですけど、これで逆向きに巻いていく。ちょっと見えにくいかな。こんな感じで逆向きに巻いていきます。はい。で、ぐーっとこう。これだったら完全に折れ曲がらないので、紙を傷めることなく、伸ばすことができるんですね。はい、今、両端からやっただけでこんだけ伸びましたよね。こんだけ伸びてます。はい。で、もうちょっとやってみたいと思いますよ。はい、ではね、もう一回、これだいぶね、伸びたでしょ。うん。で、これをね、何回も繰り返すんです。はい。で、ちょっとやってみたいと思いますよ。逆さまにして当てます。で、もう一枚の方を当てます。ね。はい。端っこはね、ほんとちょっと入れた方がいいので。はい。で、洗濯バサミで挟みます。ね。
まあ、一箇所でもいいです。二箇所でもいいんですけど、こういう感じ。反対側はね、まだ、ちょっとこれ長いので、あれなんだけど、こういう状態ですね。で、逆向きに巻いていきます。よいしょ。はい。はい、こんな感じで、巻いていくと、洗濯バサミ外してもらって、はい、こういう感じで逆向きに巻いていきます。ね。で、髪の部分は、まだ、この出ちゃってる部分は巻かない方がいいんですけど、できるだけこう、ぐっとこう、ちっちゃくね、巻いていく感じ。はい。これでやったら、髪が絶対傷まないので、はい。こういう感じですね。で、今度、反対側ですね。はい、反対側、セットします。はい、反対側ですね。これを洗濯バサミで止めます。よいしょ。はい、こんな感じね。で、逆向きに巻きます。はい、ちょっと洗濯バサミ取れちゃいましたけど、はい、こんな感じでぐーっと巻いていきます。結構ね、巻いちゃっても大丈夫です。結構力入れて巻いちゃっても、傷入らないので大丈夫です。はい。で、これでね、取ってみますよ。今、2回やりましたよね。はい。2回やったらもうほら、もう結構伸びて巻いてこないでしょ？普通に置いても。うん。こんな状態になるんですよ。これ2回目です。で、これを何回か繰り返すと。ちょっとめんどくさいかもわからないですけど、これを何回も繰り返していけば、髪を傷めることなくね、ポスターとか、こういうね、まあ、なんていうかな、カレンダーとか、っていうのを、綺麗にね、伸ばすことができます。よいしょ。はい。これだいぶね、もう、だいぶ伸びてきてるんでいいかなとか思うんだけど。で、本当はね、本当は、ちょっとこれ、今回ね、ワンピースのこのマットが、長さが長いので、はみ出ちゃうんですよ。本当はね、この中に収まるような感じの大きさやったら、そのまま巻いて、輪ゴムで留めとくんですよ。で、しばらく放置しとったら、勝手に伸びてくれる、みたいな。そういうような感じなんですけど、今回ちょっとね、このワンピースのマット長すぎましたよね。はい。で、もう一回こうね、はい。こんな感じで留めます。はい。で、逆向きに巻いていくと。よいしょ。はい。こんな感じですね。せっかくのね、綺麗なプレイマットなんで、傷入ったりね、折れたりしたら嫌じゃないですか。ね。で、保管するときも、これに巻いて、保管してたらいいんですよね。よいしょ。はい。はい。こんな感じでですね、だいぶ伸びましたよね。綺麗に伸びましたよね。はい。で、これだったら、遊べるかな、みたいな状態まで伸びましたね。こんな感じですね。はい。今の作業を、細かくね、何回も繰り返していくと、綺麗く、この丸まったね、ものを綺麗に伸ばすことができますんでね。皆さんもね、よかったらぜひね、お家にあったらやってみてください。本当ポスターなんか、こうやって曲がったりしたら嫌ですよね。はい。まあ、これはね、今回は、こちらは、メルカリでね、中古を購入したので、ちょっと傷入ったりしてますけども、ね、大事なポスターを伸ばす方法をですね、お伝えさせていただきました。よかったらね、みんなやってみてください。で、チャンネル登録なんかしていただいてですね、他の動画なんかもね、もしよければ見ていってください。じゃあねー、バイバーイ。